ルボリンク所沢の渡辺でございます。本日ご紹介するのはこちら、2018年式ポルシェカレラ T をご紹介いたします。よろしくお願いいたします。はい、まずこちらの車、搭載されるエンジンなんですけれども、3リッターの水平対向6気筒ターボエンジンを搭載しております。最高出力は370馬力、最大トルクは450ニュートンを発生するような、そんなお車でございます。でこちらを7速の PDK を介しまして、後輪を駆動する RR のレイアウトを採用した、そんなお車でございます。で、こちらのお車、カレラ T ですので、ノーマルのカレラよりも約20キロほど軽量化されたモデルとなっております。でこちらのお車、車両重量で1460キロあるんですけれども、この前の軸で大体550キロで、後ろのタイヤで910キロほどですかね。ですので、非常にレアヘビーなお車となっております。じゃあ早速車の内外装を見ていきたいと思います。はい、それでは早速外装を見ていきたいと思うんですけれども、まずポルシェのカレラ T、早速見ていただいて一番変わったのがここですね。フロントのリップスポイラーがこのようについております。それから、こちらの車ですとオプションで LED のヘッドライト PDLS 付きついてますので、非常にかっこいいお車となっております。それから横を回りますと、こちらのカレラ T につきましては、随所にアゲートグレーメタリックという、ポルシェの人気のお色が随所にありまして、こちらのホイールなんかも実はアゲートグレーメタリックで塗装されております。あとはこういったドアミラーですね、ドアミラーなんかもアゲートグレーメタリックになっております。それからどんどん回っていきまして、ここですね、ここのエンジンの、ファンのあたりもアゲートグレーメタリックで塗装されております。で、ここの、ポルシェ911カレラ T のロゴも実はブラックではなくアゲートグレーメタリックで塗装されているということで、本当に随所アゲートグレーメタリックを使っているような、そんなお車でございます。あとは後ろのこのライトのデザインも本当に流線形というんですかね、非常に美しいラインを出しております。あとこの車はスポーツエキゾーストもついてますので、下ですね、真ん中2本出しのマフラーとなっております。あとで音なんかも聞いていきたいと思います。はい、でこっちのサイドも回っていきました。この車本当に綺麗なお車ですので、ぜひ一度見ていただいてご確認いただけたらいいかなと思います。はい、ではそれでは続きましてインテリアもご紹介をしたいと思います。でまずこちらの車、カレラ T なんですけれども、この車はスポーツクロノパッケージなんかもバッチリついております。あとは純正の PCM ナビゲーションもこちらについておりますので、ソフトバンクの回線でナビゲーションが作動しているような感じでございます。あとは、シートヒーターだったりとか、あとはスポーツエキゾーストなんかの操作のパネルがこちらにございます。じゃあちょっとエンジンもかけてみたいと思います。こちら回してかけます。いや、非常に激しい始動音ですね。で、この車ちょっと見にくいかもしれませんが、アルカンターラのステアリングが採用されております。あとは、こちらですね、モードセレクターがステアリングにこの車はついてますので、非常にスポーティーな印象を出してるんじゃないでしょうか。で、あとは基本的には最近のポルシェ、ケーマンなんかとも一緒ですけれども、メーターが911に関しては5連のメーターになってますので、こんな感じでですね、5つのメーターになっております。で、あとはこの車カレラ T なので、非常に軽量を意識した車になっておりますので、こういったドアの取っ手部分なんかが、ナイロンのベルトになっております。はい、そうですね。で、あとはドリンクホルダーがこんな感じでひょこっと出てまいります。はい、そんな感じですかね。じゃあちょっと暖気も落ち着いたので踏んでみたいと思います。じゃあ次スポーツ入れてみます。ここで、いや、すごい音ですね。これ後でマフラーの音は外からも聞いてみたいと思います。
続きましてライト周りも見ていきたいと思います。じゃあ早速走っていきたいと思います。はい、じゃあ安全運転で行っていきます。お願いします。今日はですね、カメラマンの子も一緒に走っていくんですけれども、どうですか、彼らも初めてですか？そうですね、こんな高級車今まで乗ったことなかったんではい、それでは今カレラ T で少し走ってきているんですけれども、こちらの車、搭載エンジンは3リッターの水平対向6気筒ターボエンジンを搭載しております。最高出力は370馬力、最大トルクは450ニュートンを発生するような、そんなお車でございます。どうですか、乗ってみて。結構車内の中に音響きますね。そうですね、まあ、この車エンジンはリアにあるので、まあ、ミッドシップほどエンジンの距離はないですけれども、やっぱりエンジンの存在感は非常に入ってくるような、そんなお車でございます。でこちらの車、カレラ T でございますので、まあ、ノーマルのカレラよりも約20キロほど軽量化されたお車でございます。ですので、まあ、後部座席だったりとかも実はオプション設定になってます。あとは、まあ、ここのドアハンドルなんかも紐になってますので、まあ、これは正直ちょっと使いにくいですけれども、まあ、軽量化をしてるんだぜみたいな感じで、非常にユニークなところかなと思います。ステアリングはアルカンターラになってまして、あとは、ルーフなんかもアルカンターラになっております。まあ、今ノーマルモードで走ってるんですけれども、まあ、ノーマルモードでもやっぱりちょっと足の硬さは感じますね。まあ、ちょっとコツコツと来るんですけれども、まあ、やっぱり非常に彼らは剛性がいいので、まあ、収まりはすごいいいかなと思います。こんな感じでもうサクサクといなしていくような感じでございます。ちょっとシフトダウンします。どうですか、ポルシェは好きですか？はいいい音しますね。ポルシェはやっぱりこの6気筒の音が本当に、まあ、この車でターボになっちゃったので、まあ、前のNA の車が好きって方もやっぱいらっしゃいますけれども、結構この3リッターでも十分楽しいかなと思います。じゃあスポーツモード入れていいですか？お願いします。はい、お、変わりましたね。変わりましたねじゃあここで少し踏んでみたいと思います。段差なんかではだいぶ車が跳ねるような動きはちょっと出してまいります。どうですか、加速の感じとかやっぱ G 感じますか？いや、もうめちゃくちゃ感じますね。めちゃくちゃ感じますか？はい、ベンツの加速とはまた違った加速になっておりますね。まあ、そうですね、やっぱり後ろの方に重量が重くあるので、こう踏んだ時に本当に後ろから蹴飛ばされたような、そんな感じですよね。シートに張り付きますね、体が。本当に吸い付かれるような乗り味になっております。いい音しますね。すごい車だな。はい、それでは本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、こちらの911カレラ T なんですけれども、まあ、非常に全国希少なお車でございます。まあ、今中古車市場ですとだいたい9台ほどですので、本当に希少なお車で、さらにこのお車であればスポーツクロのパッケージだったりとか、スポーツエキゾースト PSM なんかもバッチリついてますので、まあ、ぜひ装備てんこ盛りなカレラ T を探している方にはお勧めできる時代ではないでしょうか。それでは本日もご覧いただきましてありがとうございました。こちらのビジョンチャンネルのチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次のお車でお会いいたしましょう。カレボリング所沢の渡辺でした。
ビジナグループでは個人間で車のシェアができるカーシェアサービスのエニカが導入されました。現在はシトロエンの C3 エアクロス、C5 エアクロスを貸し出し中です。ビジナグループでは今後皆様により手頃で安心してお乗りいただける輸入車を続々導入予定です。貸し出し場所はシトロエン所沢はもちろん、小手指駅、西所沢駅でもご利用いただけます。ぜひアプリをダウンロードしていただき、輸入車の魅力をお楽しみください。皆様のご利用を心よりお待ちしております。